この番組はブリヂストンタイヤ、オメガとご覧のスポンサーの提供でお送りします。で鍛えられた高性能ラジアルとホイールポテンザ、 Come on, racing spirit. レーシングスピリットを語れる人と車のためにブリヂストン。振り返れば一本の道が続き、見上げればすぐそこに頂上が。今人生の頂点を目指す人の腕にオメガ、静かに確かに人生を刻みます。時計は時を告げ、オメガは人を語る。男も本当のおしゃれが分かってきた。From Germany. 世界のブランドがやってきた。ドイツの厳格さが縫い上げた男の肌着。シーサー From Germany.鈴鹿 F2 シリーズの最終戦、80年の JIF グランプリを迎えております。今回も堤智彦さんの解説でご覧いただきたいと思います。堤さん、それにしましても今回はフロントローに並びました長谷見、星野、この2人がコースレコードでしたね。そうなんですね。いや本当に驚きました、まあ、とにかく気候もいいということもありますけども、非常に調子を上げてますね。そうですね、はい、それとサクエル、ファビ、それからチェザリスというヨーロッパ勢が、はい、これがですね、まあ、F1 にも乗っているドライバーたちなんですが、さすがにですね、まあ、その鈴鹿をすぐにこなしてしまった。特に高速コーナーが抜群に入るんで、まあ、今日はよくご覧いただきたいんです。でそれとですね、もう一つは、高橋邦光選手が組みますあのトールマン、はい、これがですね、まあ、F2 チャンピオンに輝いているヨーロッパでの F2 チャンピオンになったマシンなんですけど、これを組ります。しかもエンジンがですね、ハートの420という、まあ、BMW に対してハート、マーチに対してトールマン、こういう面白さがありますね。そうですね、はい、それからもう一つ長谷見選手なんですが、長谷見選手と、中島選手っていうのがこれはチャンピオン争いしてます、はいはい、果たしてですね、長谷見選手が、まあ、昨日 FP チャンピオンにもなった、しかも GC チャンピオンにもなった、これで F2 チャンピオンにもなるかという、この3つの思いの興味がありますね。そうですね、はい、その辺のところをご覧いただきたいと思います。なお今回もエヴァさんとそれから今宮純さんにピットの方に行っていただいております。早速ピットからの情報を伝えてもらいたいと思います。はい、ピットレポーターのエヴァです。今宮です。早速それではね、蓮見さんに聞いてみます。予選の手応えですか、51秒1、それは十分ありました。そうね、出てると思った。自信の方はどうですか。そうですね、まあ自信というか、もちろん勝つ自信はありますと言いたいんですけどね。それとまあ一応チャンピオンがかかってるんでね、まあ、どっちかったらそっちの方を大事にしたいなと思ってるんですよね。で、まあ今回も2人ワークスマーチが来てまして、いや今度のね、外人はもう本当のレベルも高いですからね。去年みたいなのもちょっとなんかおかしいようなね、外人じゃないですからね、今度いいレースできると思いますよ、ね、カーナンバー2のマイク・タックウェルさんです。 Good morning. Good morning. 彼この間フォーミュラ1レースに史上最年少でデビューしたんですよね。でひょっとするとギネスブックに載るんじゃないかって冗談で言ってたんですけど、
You were the youngest on Formula One race. That's right, yes. You're going to be on the Guinness book? Yes, that's right, yes. そうだって。で、まあ、フロントローが日本人の長谷見選手、星野選手だけですよね。で、やっぱりスタートでこう強烈に来るんではないかって感じするんですよね。その辺スタートを含めたね、今日のレースの彼の考えっていうかな、作戦って言いますかね。How are you going to do this race? Well, obviously we hope to win, but I think it depends on very much the tires, and I must make a good start, and obviously we will try to win. We hope to win.勝つのが目標なんですって。で、やっぱりタイヤにもよるんじゃないかって言ってるんですけども、うん、はい、うん、まあ頑張りますっていうこと。